アンドレアス・ミケルセンは、ノルウェー・オスロ出身のラリードライバー。2011年、2012年のインターコンチネンタル、ラリーチャレンジのチャンピオンである。幼い頃から、運動神経が良かったミケルセンは、アルペンスキーのダウンヒル競技の有望選手として、12歳の頃には、ノルウェーのジュニアチームのメンバーに選ばれた。また、モトクロスでもナショナルジュニアチームに選ばれている。 しかし、膝の怪我のためスキー選手の道を断念し、2006年にラリー競技へ転校した。イギリスへ移住して17歳で運転免許を取り、ローカルラリーに出場して経験を積む。2006年のラリーギガバイトに、ストバートフォードのフォーカス WRC04 を借り、WRC 初出場。2007年は WRC8 戦に出場し、参戦で、 トップ10フィニッシュを記録した。2008年の WRC 第3戦スウェーデンで5位に入賞し、WRC 最年少入賞記録を残した。同年のノルウェーラリー選手権では、マッツオストベルグに次ぐ、シリーズ2位を獲得した。2011IRC メチェックラリー2010年は、M スポーツのフォードフェイスタイス2000を借り i r c 7戦に出場し、シリーズ7位。 2011年は、シュコダのサテライトチームである、シュコダ UK のファビア S2000 を借り IRC にフル参戦。2013年より WRC 参戦を表明している、フォルクスワーゲンの若手評価プログラムにも選ばれる。IRC 第10戦スコットランドで、初優勝をマークして5名によるチャンピオン争いに加わると、最終戦キプロスラリーでも連勝し、 ランキング4位から逆転でシリーズチャンピオンを獲得した。2012年もシコダ UK より IRC に参戦し優勝2回2位5回という安定した成績を残し IRC 連覇を達成した。翌年より IRC がヨーロッパラリー選手権に併合されるためミケルセンは最後の IRC チャンピオンとなった。また、 フォルクスワーゲンの WRC 準備プログラムにも起用され、セバスチャン・オジェと共に WRC でファビア S2000 をドライブした。ポロ RWRC を走らせるミケルセン2013年は WRC に参戦するフォルクスワーゲンの正式ドライバーに選ばれた。エース格のセバスチャン・オジェとヤリー・コール・マテラトバラに次ぐサードドライバーとして、 サテライトのフォルクスワーゲンモータースポーツ2に所属する。第4戦ポルトガルからレギュラー参戦し、最高成績4位ドライバーズランキング10位でシーズンを終えた。2014年は第2戦スウェーデンで2位初表彰台を獲得。その後も4度の表彰台を獲得し、年間ランキングではオジェとラトバラに次ぐ3位になった。2015年は第2戦スウェーデンで 初優勝を目前にした最終 SS で痛恨のスピンを喫し、オジェに勝利を譲った。第12戦スペインでは逆に独走していたオジェが最終 SS でクラッシュし、WRC64 戦目のミケルセンに初優勝が転がり込んだ。先に走行を終えていたミケルセンはインタビュアーから自分の初優勝を知らされ、唖然とした後、喜びを爆発させた。 年間ランキングでは2位のラトバラに12ポイント差の3位となった。2016年は第7戦ポーランドと最終戦をオーストラリアで2勝。年間ランキングは3年連続3位ながら不審のラトバラを上回る成績を残した。しかしシーズン終盤にフォルクスワーゲンが WRC 撤退を表明。オジェは M スポーツ。 ラトバラはトヨタへの移籍を決めたが、ミケルセンは、来季のレギュラーシートを失ってしまった。2017年は一時的にフルスのシュコダに再加入し、WRC2 クラスに、スポット参戦。開幕戦モンテカルロと第4戦、ツールドコルスを圧勝して、格の違いを見せた。また、開発を手掛けていた2017年型ポロ RWRC を、調達し、 プライベーターとして WRC に参戦する計画を進めたが、国際自動車連盟の追加公認を取得できなかった。その後、シトロエンとスポット契約し、クリス・ミークの代役として、第7戦イタリアから WRC に復帰。そして第11戦スペインからヒュンダイに加入し、来期以降の2年契約も交わした。2018年は2年振りのフル参戦を果たす。 第2戦スウェーデンでは3位表彰台を獲得しまずまずのスタートを切るが、その後はチャンピオン争いを演じるチームメイトティエリー・ヌービルとは対照的に中盤から失速。結果的に表彰台はスウェーデンの一度のみとなり年間ランキング6位で終えた。2019年も引き続きヒュンダイから参戦。当初は前年と同じくフル参戦の予定だったが、 開幕3戦での成績が振るわず第4戦コルシカ、第7戦ポルトガル、第13戦スペイン、最終戦オーストラリアのノミネートを外された。しかし、第5戦アルゼンチンでは優勝した、チームメイトテリーヌービルに次ぐ2位表彰台を獲得。その後も、第8戦イタリア、第11戦トルコで3位表彰台を獲得し、前年フル参戦した時とは、 違い抜群の安定感を見せチームのマニファクチャラーズチャンピオン獲得に貢献した。年間ランキングでもチャンピオン争いを繰り広げたタナク・ヌービル、オジェに次ぐ4位となった。しかし、カタルニア終了後にチャンピオンのタナクのヒュンダイ加入が発表。チームメイトのヌービル、ローブは複数年契約中、それとはすでに20年の契約を締結していたこともあり。 ミケルセンは19年限りで退団となった。19年末のシトロエンの撤退の影響もあり、トヨタ、m スポーツからはワークス契約を得ることができず、2020年は WRC 不参戦が濃厚となっている。2020年6月、2021年からタイヤのサプライヤーを務めるピレリの開発ドライバーに抜擢、シトロエン C3WRC を3年ぶりに借る。 第6戦サルディニアでのシェイクダウンとパワーステージでピレリ最新型タイヤのデモンストレーション走行のためにペターソルベルグと共に C3WRC のステアリングを握った。そしてスポットでありながらアークの終盤2戦にシュコダ・ファビア・アール・ゴ・エボで参戦。第4戦ハンガリーではかつての相棒であるオーラ・フローネとのコンビを一時的に復活し見事勝利を挙げた。 最終戦のカナリアスからは、コドライバーを、アンダースイエーガーに戻したが序盤での遅れが響き6位に終わる。しかしこのハンガリーでの優勝もあり、アークランキング5位となった。一方 WRC では、最終戦モンツァから WRC3 クラスに、スポット参戦し優勝、総合でも6位に食い込んだ。2021年は、シュコダのワークス支援を受ける。 ロックスポーツ WRT から WR2 クラスに参戦。ありがとうございます。